現在4位湘南は3連勝中、鳥栖の方は先日連勝が5でストップしてしまいました。お互いに J1 昇格へ向けては負けられない、勝ち点3を取りたい今日のゲーム。まず開始25分、湘南のコーナーキック、ジャンのヘディング、結構ね、速いボールが入ってね、寺川選手のキーパーがこう対応難しいケースが結構ありましたよね。セットプレーが一つ今日は鍵になるとお互いの監督も話していましたが、そんな中32分、鳥栖はハーフナーバイクのこのミドルですね、まっすぐ振り抜いてね、結構難しい助走だったんですけれども強いボールいました。前半は湘南の方がかなり攻撃やペース掴んでいる印象もありましたが、鳥栖のこのコーナーキックはショートからねチャンスになりましたけどね、お互いねやっぱり最後のところで体張ってるんでね、体当ててる分だけなかなかいいシュートがゴールに飛ばない、そういうケースが多かったですね。前回ゴールを挙げた渡辺でしたが、わずか枠飛ばず。前半36分の湘南、そうこのシュート1回これ寺川が落として戻して最後あれが振り抜いたんだけど、鳥栖ディフェンスもしっかりと寄せてるんでね、ちょっと蹴る方としては一瞬ひるんでなかなか枠に入れられないケースでしたね。阿部は前節ゴール、今日は久々のスタメンでした。前半のアディショナルタイムです。ちょっと湘南に集中変えたプレーがあって、これ竹岡選手のシュートなんですけどね、足に当たったのの小澤選手キャッチですよ。反応も早いし惜しいさ。前半は0対0で終了、後半47分です。後半少しね、ゲームが動いてきて中村選手のシュート、ちょっとシュートがあるような感じのタイミングではなかったんですけどね。そして鳥栖の方は後半開始早々からも都人をもう入れてプレーしていましたが、その都人のシュートが積極的に入れてチャンスは結構出てきましたけど、お互い集中してたんで隙はなかったね。なかなか得点が入らない中、0対0で終盤もう75分です。湘南はここで中盤右にいた坂本へ、坂本左足でインフロントでカーブかけてキーパーの右ってイメージだったんだけど、阿部選手のゴールがちょっとね強かったんでタイミング合わず惜しかったですね。引きつけて外で坂本選手待ってるんですけどね、歩幅合わせて待ってたんだけど、もうちょっと緩いボールくれって感じ、はい、今度は75分鳥栖ハーフナーマイクが飛び出しましたが、鳥栖のスルーパスもいいです。あと10センチ手前だったらまた違う、逆に野沢選手のデーも最高でしたね。はい、後半とにかく鳥栖もチャンスを作るんですが、お互い本当隙がないっていう感じで、もうハラハラして見ておりました。野沢もとにかくセーブ、好セーブ連発。そしてこれもうアディショナルタイムなんですね。寺川選手の縦パスからアジエル、途中から入ったアジエルのパス、最後田原外に逃げて渾身の一振り、決勝ゴールでした。いや素晴らしかったね、これもうアジエル選手はもうこれだけを狙っててね、何回もチャンスなかったんですけれども、だからもういい形で外に開いたことでスペースを作って、あとはもう気持ち入れて振り抜くだけ、気持ちで勝って足にも手にも当たってんだけど、ただアディショナルタイムまだ残って鳥栖もね必死に食い下がります。ここで抜けて1回戻ったボールですが、これをもう一度クロス、そして褒めると、まあ、何かあるかなって感じもしましたけども、ここは気合で本当に、はい、最後都人が止めました。都人のシュートを野沢が止めました。湘南今日は、ね、ベンチも一緒になってもう、思いっきり燃えてたからね、結局この後タイムアップのホイッスルが吹かれて1対0、アディショナルタイムの得点で湘南ベルマーレが勝利を収めました。しびれたゲームでした。4連勝、そして今日は甲府が